2016年6月9日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第9戦47話。日本初の女性騎手、斉藤澄子。日本初の女性騎手、斉藤澄子の話。澄子は青森県の農家に生まれた。戦前はどこの農家でも馬を飼っていたから、一般人が馬に乗る機会は今よりもずっと多かった。そんな中で澄子は、馬と喋れる、と言われたほど抜群に馬乗りが上手かった。澄子は草競馬を見て騎手という職業を知り、どうしてもこの世界に入りたいと思った。しかし当時、競馬は完全な男社会で、女が馬の根わらをまたいだだけで汚れるとされたほどだった。だから入門を許した調教師は、澄子に完全に男として振る舞うことを要求した。澄子は髪を切り、胸にさらしを巻き、キセルで刻みタバコを吸いながら男言葉を喋った。澄子が女であることはあっという間に知れ渡ったが、その熱心さに打たれて同僚も澄子を応援していた。男として暮らし7年、23歳になった澄子はついに騎手の免許を取得した。調教師はどうせなら好成績でデビューを飾ってやりたいと思い、機会を待った。そして箱番材という馬を確保し、いよいよデビュー間近となったある日、東京の新聞に、澄子が馬上で後ろを振り向いてウインクをし、後続の騎手が落馬するという風刺漫画が掲載された。そしてデビュー3日前、競馬を管轄する農林ハブから、女性騎手のレース出場不可、という通達が出された。女性騎手は風紀を乱すというのがその理由だった。翌年1月、競馬規則に、騎手にありては満19歳以上の男子にして、という一文が添えられた。騎手への道を断たれた澄子は、馬の世話をする厩務員として過ごしたが、タバコと、晒しで胸をきつく締め続けたことから廃騎手にかかり、1942年に29歳の若さで亡くなった。澄子のデビュー戦のお膳立てをしていた調教師は、あの時負けてもいいから他の馬に乗せてやっていれば、一度は晴れ舞台を踏ませてやれたのに、地を過ごしたばっかりに、唱えたという。ネットで見つけた怖い話。第9戦48話、ホームレスの社会復帰。ホームレスが社会復帰しようとするドキュメンタリーが、苦しくてずっと記憶に残ってる。サラリーマンやってたけど50歳ぐらいでリストラされて、特に手に職があるわけでもないので再就職もままならず、ホームレスに来てしまった独身男性 A さん。実は多少絵心があり絵を描くのが趣味、そこで絵を描いて売ることを思いつく。拾った紙切れに拾ったボールペンでいろいろな建物や生物をスケッチして売ろうとする。悪いけど、あまり上手くない。でも本人は楽しそうに描いていて、仕上がった帯にいるシートの上に並べている。物珍しさに目を留めよう手に取った通行人に。おじさんね、一応時間と労力をかけて描いたからね、3000円ぐらいいただけると助かるなぁ。という。つまり1枚3000円で売ろうとしていた。売れたかは不明。やがてボランティアの女性、A さんと歳が近いか少し上ぐらい、に声をかけられ、社会復帰しようと決意する。A さんに親切な女性。確かに A さんは、公園にいる周りのホームレス、ホームレス生活に年季の入った高齢者ばかり、の人たちとは少し異質だった。再就職するには住む場所が必要だったが、求職活動の間、女性が自分の家にいていいと提案する。A さん、食っていける仕事がもてもね、絵を描き続けようと思う。いつか絵で食っていけたらいいな。A さんに明るい希望が見えてきた。女性も我がことのように喜んだ。ここで別のホームレスの話。のらりくらりとホームレス生活を続けるおじいちゃんの話。場面変わって A さんの続き。ナレーション。そういえば、社会復帰の希望が見えた A さんは、どうなったのでしょうか？例の女性の家。浴室を映すカメラ。女性が浴槽を刺し。女性。ここで。ナレーション。A さんは入浴中に脳一血で倒れ、
病院に搬送されましたが、そのまま帰らぬ人となりました。女性、いつかお仕事にしたいってずっと言っていましたよ。ずっと言ってました。まだ仕事は見つかっていませんでしたけど、お酒飲んでからお風呂に入ったのがいけなかったんでしょうか。ここで A さんの話は END。A さんの夢もちょっと無謀だし、せっかく希望が見えてきた矢先に行くとか嫌な話だった。13、脳内お花畑の幸せな状態のまま行けてよかったじゃん。生きてたら現実に直面してきっとまた挫折してたパターンだよ。うん、むしろいい終わり方なんじゃないかと思った。ホームレスに少々関わり合いのある知人に聞いた話だけど、ホームレスを3年続けた人が就職できて規則正しい生活に戻ると、だいたい1割迷子の人が半年以内に心筋梗塞などで亡くなるらしい。ほとんどが風呂場で、決まった時刻に起きて寝るっていう生活は、それなりに体に負担を強いる。一番負担なのは風呂で、湯に首まで浸かると心臓にかなり圧力がかかる。普通の生活をずっと続けていて、それが習慣になっていれば何の問題もないんだが、ホームレスという、就寝時間も食事も不規則な生活に慣れてしまうと、規則正しい生活に戻った後体に予想以上の負荷がかかるんだな。なので、いつかはホームレスから脱したいと思うなら、3年以内に何としても定職を探すしかない。それができなかったら、そのままホームレスを続けるか死亡しない確率9割にかけて再起するか、悩みどころ。まあ14、15さんの言うように、立ち直った自分の生活を夢見ながら、風呂にのんびり浸かってる間に心臓が止まるってのも、結構幸せな最後かもしれないよな。ネットで見つけた怖い話。第9戦49は、誰を助けるか。ただ聞いてほしいの。はい、聞きましょう。277。誰にも言えないんだけど聞いてほしい。フェイクは入りまくりで読みにくかったらごめん。去年の震災で自分の母を失った。ご近所の奥さんが降ってきたガラスでひどい怪我をされてしまい。自分は車を用意できたので奥さんを乗せて、病院へ行く途中津波が来た。病院は山の近くにあったため助かったのだけど、もしあの時奥さんをほっといて自分の母を迎えに行ってれば間に合ったかもしれない。という思いが未だに消えない。奥さんが今も幸せならきっとそんなこと思わない。奥さんはあれから自殺未遂を何度かされたと聞いてる。これは一緒に車に乗った人に聞いた話なんだけど、実は鼻を整形されててそこにガラスが刺さり、詰めていた人工物が砕けて、生涯何度も手術しないといけない顔になったとか、もともと好きでも嫌いでもない奥さんだった。助かった命を粗末にする人なら母を助けたかった。977。なんて言ってよいかわからないけど、その奥さんも、あなたのお母さんを踏み台にして儲けた命を粗末にしてる、わけじゃないと思う。大切な人を失って知った命の重みや、生きている喜びや目標が、今苦しんでいる辛さに勝てないだけ。その人が幸せに暮らしてたら暮らしてたで、今度は母親が生きてたら、と妬みの気持ちが出てくるかもだよ。生きてたらいろんなものを背負っていかなくてはいけないよね、その人も。あなたが幸せになることをお母さんは祈ってると思うよ。レスくれた方ありがとう。去年は生活するのに必死でしたが、生活が安定してくるといろいろ考えてしまって苦しい時があります。やっぱり聞いてもらえると少し気分が落ち着きます。ありがとうございました。ネットで見つけた怖い話。第9戦50話。一人暮らしのおばあさんが住む一軒家が全焼した。昔住んでた家の近所であった話。うちの近所で火事があった。一人暮らしのおばあさんが住む一軒家が全焼した。周りの家はすすをかぶっただけで無事だった。住んでいたおばあさんも、その日の朝早くから旅行に出かけていて無事だったが、
問題となったのは火事の原因。おばあさんは十数年前に夫を亡くしていて、消防署は、その旦那さんの入っている仏壇の線香の消し忘れが火の元だと断定した。おばあさんはボケてはいなかったが高齢だったので、家を出る前に、ちゃんと線香とろうそくは消した。と思う、と曖昧な返事だったせいも、ある。火災保険には入っていて、おばあさんの息子夫婦も近所に住んでおり、家を建て直す間、おばあさんは息子夫婦の家に同居した。しかし火事のことがよっぽどショックだったのか、旅行好きだったのに全く外出しなくなり、少しボケの症状が出始めた。火事に遭うまでは社交的で、一人暮らしだから寂しいのよ。と言って友達を招いてお茶を飲んでいたりしたのに、新しい家が建っても誰も招こうとせず引きこもり、息子夫婦が様子を見ていたが、どんどんボケが進行し、一年も経たないうちに老人ホームへ。それから数年後、市内で、留守宅の家に侵入しては盗みを働くコソ泥が捕まった。何年もあちこちの家で盗みを働いていて、余罪がたくさんあったらしい。そして、数年前、丸々町の家に盗みに入ったが、金目のものが何もなかったので火をつけてやった、と自供した。その丸々町の家というのは、九段のおばあさんの家。つまり、火事の原因はおばあさんの失火ではなかったのだ。しかしそれが分かったところで、もうおばあさんはボケてしまい、息子の顔もわからず、家が燃えたという記憶すら曖昧。こそなずもホームレスで、賠償金など払えるような資産もない。火事が起きた時、もっと消防署がよく調べていれば放火だと分かったんだろうけど、おばあさんの年齢や状況からしょうがなかったんだろうと言われていたけど、今思い出しても後味が悪い。ネットで見つけた怖い話。第9051話、妖精の合意。小学生時代の同級生に、軽度の知的障害者、がいた。彼女は少し人と話が噛み合わないところを除けば、明るくて屈託のない人。十数年ぶりに街で遭遇した時も向こうから声をかけてきて、軽くお茶することになった。彼女は学校で理科の先生をした後、お見合いで遠方の農家に嫁いだとのこと。教職に就いたというのが意外で驚いたけど、素直に感心して順風満帆な彼女の人生を祝福した。話のついでに大学での専攻や卒論のテーマを尋ねたが、そこから先の話はどうにも噛み合ない。そこは相変わらずなんだなぁと、あまり気にせず別れた。実家に立ち寄った折に、親に彼女の話を伝えると、真相を教えてくれた。中学から養護学校に進んだ彼女は、卒業後に学校のお手伝いと称して学校に通い続け、理科室のお手伝いをしてたか何かで、自称理科の先生、になっていた。そのまま理科の先生という触れ込みで、遠方の農家とお見合い結婚、知的障害があることは親が伏せて縁談したため、結婚して数ヶ月ですったもんだして出戻りってきた。彼女の話は、そのすったもんだの時に近所中に知れ渡ったそうだ。その後ほどなくして、彼女は別の町に再婚して引っ越していったということだった。私が彼女と話した時の感じでは、多分彼女は、まだ、自分の夫がチェンジしてる事実に気づいてない。親としては、将来を考えてどうしても結婚させたいんだろうけど、本人に意思も認識もないままに結婚するということが、幸せなのか不幸なのか、よくわからなくなった。ネットで見つけた怖い話。第9052話、ジジイと同居。書いてみたら大した話でもなかったが実はフェイクなし。昨年祖父が亡くなった話。俺の祖父、イカジジイ。和還暦前に農業を早々にリタイアして、年金も少なかったため暮らしが厳しくなり、実家から遠い他県に家建てて暮らしてた。まだ30代だった俺の両親に引き取られ同居開始。俺が小さい頃に突然やってきたジジイだが、俺は、小さい頃は結構懐いていたそうだった。だが、小学生高学年になると、
じじいが変に思えて遠ざけるようになった。小遣いの一つもくれないし、わら。まず自分の話しかしないんだが、俺が何のクラブやってるとか習い事だとか話しても、一切興味なくて聞かない。じじいの自分の話というのはこの二つの話のみ。一つ目は、自分の病気自慢。と言っても実はどこも悪くはない。もちろん医者に行くが、問題なししで返される。やれ腹の調子が悪い、膝が痛い、頭痛がするような気がするなど、加齢によるもののようなことを。さも一大事のように、暇そうな家族を見つけては延々と一日中話す。二つ目は、戦争の話。戦地に赴いて戦ってきたらしい。何年ぐらい、具体的にどこへ行ったかなど詳細は話さないし、いつも同じ話をただリピートするだけの変わり映えのない内容だが、じじい疎ましく思いあまり話をしなくなった後も、戦争って大変だったんだろうなと思って、俺もこの話はよく聞いてあげていた。じじいを自分の祖父として敬う唯一の点だった。じじいがうちに同居してからは、じじいがか弱い老人を盾に前述の病気自慢を始終するため食卓が暗くなったし、何よりじじいは60代だし元気そのもので俺にはか弱い老人には見えなかったし、じじいが何か言うたびに親父は、いい加減にしろ。って突然切れてどっか行って、その分愚痴がお袋と俺に回ってくるだけだった。今思えば早く施設に放り込めばよかったんだろうけど、親父は社会的地位がある職業で、保身もあったのだと思う。俺が小さい頃は結構仲良かった家族だったが、じじいが来てから親父は切れるしお袋はイライラして、余裕がなくなってる感じだった。俺も家の中でずっと閉塞感を感じて、中学以降は家でほとんど家族と喋った覚えがない。大学で上京したら、以降ほとんど家に寄りつかなかった。仮にも自分の肉親のじじいを、こんな風に蔑んでしか思えない自分自身も最悪だと思った。そのじじいが、昨年末に98歳の大往生の末親だ。一昨年の12月に倒れ、自発呼吸が弱くなり、医者にもう1ヶ月も持たないと言われてから寝たきりで1年間死ななかった。お袋が一人で介護したらしい。俺は、じじいが倒れる前頃、残業続きで、たまに来るお袋の電話もほとんど折り返してなかった。ここ1年電話が来なくなったこともなんとも思ってなかった。じじいが寝たきりになったことを、お袋が俺には心配かけまいと知らせなかったようだった。通夜に間に合わず葬式には駆けつけた。そこで先に来ていた何十年ぶりに会う親戚がじじいの話をしていた。内容がおかしかったんで、俺は、孫ですとは言わずに親戚からもっと詳しい話を聞いた。じじいが繰り返ししていた戦争に行った話、あれはじじいの兄のことだった。じじいの兄はちゃんと戦争に行って活躍し、帰ってきたらしい。けど、じじいは召集されたものの、精神に問題ありとしてすぐ返されたらしい。俺は、じじいを疎ましく思う自分が最悪だと思ってきたが、この話を聞いてなぜか笑ってしまった。出棺の前、最後に個人にお声かけをお願いします、みたいなやつの時、馬鹿らしくなって、気がついたら、この嘘つきじじい、って口を滑らせてた。親父はずっと、やっと死んでくれた、って言ってたな。んで、四十九日が済んだ後、親父とお袋が離婚した。お袋は今別人のように明るくなって、新しい趣味に没頭したり旅行行ってる。先月会った時、いろいろあったけど、きちんと最後までお義父さんを監視れたから、今は後悔はない。って言っててほっとした。お袋の実家は寺だったから、変な義務感と、あのじじいを一人にしたら生きていけなさそうでかわいそうって変な同情心で、寝たきりになってもなんとか頑張ってたそう。親父は引きこもりになって独居老人になりつつある。以上、文章めちゃくちゃですまない。わら、家族みなそれぞれ悪いところはあったが、じじいがいなけりゃもう少し幸せな家族だったのかな、と。ネットで見つけた怖い話。第9選53話、脳機能障害。
名古屋のバカ高校生が、野沢直子司会のローカル生放送素人参加番組に出て、録画を見ようとワクワク帰宅途中、テレビ見たドキュン連中に、テレビ出て調子こいてんじゃねえ、とボコられ重傷。30分以上記憶が持たない、という脳機能障害に。なんだこのワクワク感は。あ、俺テレビ出たんだ録画見なきゃ。録画見て満足。30分で忘れる。なんだこのワクワク感は。あ、俺テレビ出たんだ録画見なきゃ。録画見て満足。30分で忘れる。なんだこのワクワク感は。あ、俺テレビ出たんだ録画見なきゃ。録画見て満足。手脳成人しても数万回繰り返していた。仕事中にもふと思い出して、途中帰宅してしまう。今後ビデオが擦り切れたらどうなるんでしょう。と母親、久々に鬱になるドキュメンタリーでした。前に、大阪教育大マナの障害教育かなんかに通ってる友達がいたんだけど、反対の症状を持つ青年の話を聞いたな。脳の海馬とかいうところの異常で、一度あった物事を忘れられなくなるらしい。そんなの病気じゃなくて天才やんと思い、資格試験とか通りまくりで羨ましい。と言ったら、本人は嫌なことも忘れられなくて、君はまる月まる日ああ言ったね。とか全部覚えててすごく苦しいようで、ナースとかにもそういうことをネチネチ言って疎ましがられてたとか。語学の天才にもなれるし、医師国家試験も司法試験も全部受かるだろうにな。忘れられないなんて、人生辛すぎんだろ。ネットで見つけた怖い話。第9054話、小学校の教師。うちの母ちゃんは小学校の教師なんだけど、受け持ちに親、片親、からネグレクトを受けている子がいる。服は何ヶ月も同じもの。給食以外ろくな食事してなくて体はガリガリ。体育棒すら持ってなくて、母ちゃんが自費で買って貸してあげてるくらいだったの。もちろん床屋にも行かせてもらってなくて、前髪が完全に目にかぶっちゃってたんだそうだ。だからうちの母ちゃんが前髪をハサミで切ってあげたのね。そしたら同僚の教師から、児童虐待になるから今後は控えてほしいと注意されたそうだ。もう何が児童虐待になるかわからんね。589。同僚の教師がまるっと正しいとは限らない。同僚として母ちゃんが下手打たないためのアドバイスではあるけど。それこそ教育委員会に強く訴えて後ろ盾をつけてからなら、なんぼでも世話してあげれるんじゃないの？児童相談所に通報したら良いんじゃねえの？学校からは通報できないとかそういう制度でもあるのか？制度そのものはないが。児童相談所、保健所所属、厚労省管轄、小学校、文化省管轄、保育園 vs 幼稚園の仁義なき戦い再びてなるから、多分縦割りの一番上、大臣まで上がらないと省を超えない。589です。母ちゃんも教育委員会通して児童相談所に通報したことあるみたい。ただ、親から虐待やネグレクトを受けている子供に限って、なぜか親をかばうそうだ。ガリガリなのに、食事は食べさせてもらってます。とか、大丈夫です。って言うんだって。ものすごいひどい親なのに、施設に行きたくないからなのか。30年近く教師やってる母ちゃんにも理由がわからないんだって。母ちゃんの同僚は、母ちゃん定年近いから問題起こさないように心配してくれたんだと思う。603、お前の母ちゃんみたいな先生ばかりだともうちっとマシな社会なんだろうな。でもやっぱり気をつけた方がいいと思う事例だよね。髪を切るだけでも暴行罪になるし、こういうモンペやらクレーマーは悪知恵だけは働くからさ。603、母ちゃんにその理由がわからないってちと不思議だな。毒親を持った子供のスレイプつか読むだけでもわかりすぎるくらいわかるのに。605、母ちゃん自身は箱入り娘だったからかな。優しい人だけど頭固い。あと母ちゃん昭和の人間で未だにワープロ使ってるから。
定年間近とはいえ現役小学校教師が虐待児童の心理がわからないって W、小学校に防波堤役を期待するのは無駄無駄だとよくわかった。わからなかったら勉強して知識のアップグレードしようとか全然思わないんだね。613。小学校に防波堤役を期待するのは無駄無駄だとよくわかった。何でもかんでも学校に押し付けようとする、モンペ特有の発想だな、だよな。学校は勉強&集団生活の実習する場所で、教師もそのための教育しか受けてない。あれやこれや何でも教師に背負い込ませるから、まともな人間は教師にならないんじゃないかな。589の母ちゃんはすごく良い教師だと思うよ。ただ、大学のゼミの教授が言ってたけど、教師っていうのは小中高大と学校に通ってきて、大人になっても学校というフィールドでのみ仕事をするから、民間企業にいる人と考え方などのラップがどんどん開いていくんだって。文字通り箱庭の中で定年まで過ごすから、割と一般常識ない人が多いらしい。一般常識というか、仕事人としてのスピードとか、普通こうするだろ。ってのが気迫というか。営利目的じゃないからなのかな?とは思う。もちろん全員じゃないけど、どうしても民間企業の人が教師と話すと。って高確率でなる。まあ別のストレスなんかも多いとは思うけどね。教師は、ちなみにその教授は、だから私の言うことも信用しないでね、わら。っていうような人だった。自分も学校という枠しか知らないから。って。ネットで見つけた怖い話。第9055は、北海道姉妹孤立死のドキュメンタリー。この前見た北海道姉妹孤立死のドキュメンタリー。姉妹は40代で、そのない妹が知的障害持ってて自力で生活できない。二人の収入は妹の障害年金。月7万円程度。姉は妹の介護もしており、働きたくてもなかなか働けない上に。40代というのもあって、面接受けまくっても雇ってもらえない。病院で見てもらうも、原因不明の頭痛で体調も芳しくない。姉は体調不良を押し、職探しと並行して妹を受け入れてくれる施設探しもしていた。施設も職も見つからず、耐えかねた姉が3回にわたり区役所に生活保護の相談に行く。だが元担当者は姉に考え直すように説得したり、職探しをしていると生活保護はもらえない。など、何かと理由をつけて拒否。姉は生活が困窮していることを元担当者に再三訴えるものの、渡されたのは申請書ではなく、障害者団体が作った非常食用の缶に入ったケーキ。10日分、ようやく姉はスーパーのレジ打ちのバイトが決まるも、妹の介護が必要で数日で辞める。恐ろしいほど寒い真冬の北海道で、料金滞納でガスは11月末で止められたまま。結局、生活保護を受けられず、姉は脳内機種で急死。妹はその後自力で生活できず通し、姉の頭痛の原因は脳内機種の初期症状だった。姉の携帯電話には、姉の死後妹が押したであろう111の発信記録。遺体発見後も、いとこが引き取るまで1週間以上も引き取り手が見つからなかった。この出来事だけでも相当後味悪いんだが、この中に区役所で姉妹の担当やってた奴のインタビューがあって、それがまたひどかった。それで元担当者へのインタビューだが、インタビュアー、どうすることもできなかったのか。インタビュアー、姉たちが苦しんでいることはわかっていたのに。元担当者、SOS を受け取ることは確実にできる。インタビュアー、ならば他に何かできたことがあったのでは。元担当者、だがこちら生活保護の押し売りはできない。元担当者、姉が、申請します、という言葉を言ってくれればよかったのに、インタビュアー、つまり、姉、生活保護欲しいです。元担当者、申請の呪文を言ってください。姉、妹が介護必須で職探しも難航しててとても困窮してます。元担当者、呪文が違います。だから生活保護が出せなかった。
こちらから提案はできない。申請します。という言葉を言えば申請書あげたのに、自分は間違ってないと。あまりにひどい責任逃れの言い訳とへりくつで見てるこっちも絶句した。3回も相談に来て、このままじゃ生きていけないからと切実に訴えたのにな。本当に必要で申請したいから3回も相談したのにな。しかもこの元担当者、インタビュー受けながらたびたびにやっと笑ってたのがまた胸クソ悪かった。今日のオカルトスレ、ニューソク探偵部。1911年の写真に、携帯電話でメール送信をする人物の姿が、20世紀初頭に、若年労働者の姿を数多く撮影した写真家ルイス・ハイン。教師であり写真家でもあった彼は、働く子供たちの姿を写し続けた。アメリカ貧民町の実態を写真を通して世に伝え、教育と労働環境の改善に尽力した彼なのだが、最近一枚の写真が注目を集めている。その写真とは1911年に撮影されたもので、写真の右端に写る人物が、携帯電話のようなものを持っていると話題を呼んでいるのだ。しかも現代人が、テキストメールを打っているようにも見えるのである。この人物は一体何者なのか？まさかタイムトラベラー？問題の写真は、町の工場の前で少年たちを集めて記念撮影されたものだ。後ろには大人たちの姿も見えるのだが、一人の少年だけがカメラを見ずに、柵にもたれかかっている。足を組んで手元の何かを見ているようだ。その様子は、あたかも携帯電話でメールを打っているように見える。1911年当時に、当然ながら携帯電話は存在しない。では、これは一体何なのだろうか。海外のインターネットユーザーからは、タイムトラベラーではないか、との指摘もあるのだが真相は不明だ。ちなみに、昨年3月にも同様のタイムトラベラー騒ぎがあった。こちらはカナダ政府が、オンライン上に公開している写真のアーカイブに、不可解な人物が写っていたのだ。1940年代であるにもかかわらず、その当時の人々とは明らかにかけ離れた格好をしている。サングラスをかけ、M という文字の入った T シャツを着ており、手には小型のカメラが。この人物もタイムトラベラーではないかとの指摘があったが、やはり謎に包まれたままである。また、チャーリー・チャップリの映画にも、携帯電話で通話しているように見える人物が出ているとの情報もある。もしかしたら、タイムトラベラーは私たちの日常に紛れ込んでいるのかもしれない。参照元、ドーバイビーラー N、コム、ボイング、ボイング、英文。8、3枚目は着てる服やサングラスが当時から、売られているものだって特定されてなかったっけ。21、このすれ定期的に立つねチャップリンの映画にも携帯で話す人間が映ってるとか言ってたじゃん動画リンク。64、これはただの補聴器。83、そっちもすげえわ。85、ベートーベンも使ってたで。リンク。27、懐中時計とかじゃねえの？ 50、タイムトラベルできるほどの未来人がこんなタイプの手打ちメール携帯なの？ 65、昔、海外の掲示板に現れたタイムトラベラーの話はどうなったんだ？ 71、ジョン・タイターの喧嘩。78、おかいたにも出たぞ。わらじ進捗後に南米選手権で日本代表が活躍するんだとさ WW142、うさんにおいなそれ。日本語なら特にジョン・タイター、日本と韓国が中国に侵略されるだとか予言してたな W152。リンク、これね。68、レーガンに一般人を装って近づいてるプーチンの写真の方がよっぽど怖いわ。77、見たいプーチン首相が KGB 工作員として観光客に扮してレーガン大統領に会っていた。87、94、違和感がないな。95、結局この手法でいくらでもごまかせるわけだタイムボスさん。93、104、
右下の人何やってんの？110死体でも清めんじゃね？205これ葬式じゃねえか。160湯棺なんて土産物の写真にして売るのかよ。 W まさか本物の死体じゃなかろうし。108120だからこれは何なんだ。無表情すぎて怖いってだけなのか。123盗撮してんだけど目線合ってるから怖いねって話。133やっと教えてもらえたわ、すっきりした。141ほらだけどな。202長渕のトンボ。今から20年以上前のドラマにも携帯使ってるやつがいる。217タイムトラベルできる時代に携帯でメールするとか笑わせるな。221しかもその時代ではアンテナないから使えないという。223携帯電話に限らず未来の携帯端末だったらどう？または通信してるわけではなかったり。241奇跡の一枚。162ロシアの約100年前のカラー写真などなど。237ゴルスキーの写真は心くすぐられるよな。そして俺が知ってるサイトよりかなり画質がいい。でもノー編集なんだよな。リンク。あとこれとか。リンク。176。日本にもねえかな、そういうの。177。歴史ミステリー。歌川国宝の浮世絵に。スカイツリー。が予言されていた？リンク。こんなんならあるわ。183。186。ライトヤンケ。187。ろうそく。184、191、昭和のラグ漫画より画風が新しいな。5、9、いつも思うけど、この人すごい首が太いよね。72、うかつにも笑った。170、リンク、259。おしまい。